前回、世界最大の油絵を見に、ニーカップ町にある太陽の森ディマシオ美術館へやってきました。今回はその全貌をたっぷり見ていきたいと思います。扉をくぐると、そこには圧倒的迫力という言葉がふさわしい、世界最大の油絵がそびえ立っていました。高さ9メートル、幅27メートルに及ぶこの超大作は、ディマシオ一人の手で3年の月日を経て完成した幻の作品です。美術館の理事長、谷本勲氏は、約50年前、偶然パリのギャラリーでディマシオの作品に出会いました。その後、谷本氏のコレクションは100点、200点と集まっていきます。将来は美術館を作って、ディマシオの作品を多くの人に見てもらいたいと伝えると、ディマシオは美術館のシンボルになるような絵を描くと約束し、1994年から3年の年月をかけて、高さ9メートル、幅27メートルという超大作の油彩画を完成させます。しかし、そのあまりの大きさゆえに、展示できる場所探しに難航し、公開できないまま12年という歳月が流れてしまったのです。その後、北海道のニーカップ町で廃校になった小学校がネットオークションにかけられることを知った谷本氏は、この地に美術館の建設を決意したそうです。補修の必要がほとんどなかったという立派な造りの太陽小学校、その体育館にこの油絵を設置してみると、わずか5ミリメートルを残してぴったりと収まり、これは大変不思議なことだと運命のようなものを感じたそうです。そうして2013年7月に、上下左右絵を取り囲むように鏡を貼り合わせ、ディマシオの無限の幻想世界が完成しました。絵の前に立ってみると、その大きさを実感することができます。近づけば近づくほど、人と比べてこの絵画の大きさが際立ってきます。一面に広がる超大作の迫力に息を呑まずにいられません。黙示録のようにも創世記のようにも思える摩訶不思議な世界。天地左右の壁面と床面は鏡張りとなっていて、無限に広がる絵の世界に入り込んだような感覚になれます。展示室の奥には、この絵画の構想を感じられるデッサンや様々なメモが飾られています。デッサンでもそのサイズは高さ3メートル、幅9メートルもあります。完成した絵画の3分の1のスケールです。そこには初回デッサンと構想、1992年大阪からパリの機中にてと書かれています。谷川氏と会った大阪からフランスへ帰る飛行機の中で構想を練っていたのでしょうか。デッサンは4番目とあり、何度も構想を重ねていたことが見受けられます。すべてにおいてその壮大なスケール感に言葉を飲んでしまいます。3分の1のスケールのデッサンでも、その前に立つと大きさを感じ取ることができます。このデッサンだけでも何日かけたのだろうと、このプロジェクトに取り組む姿勢に心が打たれます。平日の午前中に訪れたため、この空間を独り占めできました。至福の時間を時が経つのも忘れて満喫します。この展示室は1日8回空間が暗転し、 BGM が流れ、次々と変化する光が絵を照らす演出が用意されています。一部だけが怪しく浮かび上がったり、ワントーンの光が全体に当たって絵の印象がガラリと変わったり、
幻想的な世界観がおのずと膨らんでいくようなエンターテインメントが楽しめます。しっかりとその空気を感じて展示室を後にします。2階にも足を運んでみます。ディマシオ美術館にはディマシオ以外のアーティストの作品も展示されています。草花、紙飛行機、目といった特徴的なモチーフを自身の死生観や社会観のメタファーとして描く気鋭のペインター神木幸子さんの作品や、東京、銀座、大阪、ヨーロッパ、上海など多数の個展を開催する新章作家の川島真紀子さんの作品、個性あふれるアーティストたちの世界をたっぷり堪能して美術館を後にすることにします。この個性的な外観がもともと小学校だったなんて素敵ですね。おや、お仕事お疲れ様です。こんなところにユーモアもありました。ちょうどお昼時なので、新日高町に立ち寄り、ランチを食べていきましょう。ここはリアホール赤ひげ。地元では知らない人はいない名物店。昼はとんかつ店として、夜は居酒屋として営業しています。北海道で唯一のビール貯蔵タンクを備え、ビール工場より直送される生ビールを提供しているそうです。店内は昭和の古き良き時間がゆっくり流れています。高倉健さんも訪れていたみたいですね。ランチはとてもリーズナブル。今回はメンチカツ定食を注文します。すり鉢でごまをすり、トマトベースのオリジナルソースと混ぜて食べると絶品の味。お腹も満たして幸せな気分でキロへ着きます。帰りはキラキラと光る海を見ながら海岸沿いをドライブして帰りましょう。世界最大の油絵と日高の旅、いかがでしたか？また次の美術館散歩でお会いしましょう。ではまた。